ひめかです。ゆらりです。ピンク、ラテ、ティー、ミー、始まるよー。イエーイ。はい、企画じゃじゃん、筆箱デコレーション、ここにステッカーがあります。はい、こういうやつプラス、ピンクラテ TV のね、シールもあるの、あるの、あるの、キャンディーとかスイーツです。こっちは星がいっぱいよ。こっちはキャンディーです。うん、かわいい。じゃじゃん、こんな感じです。星とスイーツとユニコーンハート虹みたいなやつです。二人で悩んで色を決めました。私が紫で、メカがピンクです。はい、始めていきましょう。虹の上にユニコーンが走ってるようにしようかな。虹からやってきます。あ、後ろまで可愛い。虹の上にユニコーンが走ってるみたいな感じにします。なんか結構見た目派手だからごちごちしすぎないように注意。やばい、これめっちゃ時間かかるかもしれない。もうガチになっちゃってるから、今たち、すいません。今こんな感じになりました。ちょっと今子供っぽいので、こっからが勝負。じゃあ水色の方のキャンディー貼ります。紫のラブユー貼ります。ユニコーンがラブユーって言ってる感じに。じゃあ濃いピンクなんで薄いピンクの BFF、 それを貼ってきます。ね、どっちがいいと思う？濃い色か薄い色か。薄いの。 OK、 じゃあ薄いのにします。大きいの貼ってってからちっちゃいのつけていく方がいいの。ちょっと重ねても可愛い。この濃いピンクのやつ、ラストスパート星でいきます。楽しい、難しいけど。なんと中のここにこのピンクラテ TV のステッカーを貼ります。完成しました。じゃあ私もそれで完成でいいかな。はい、できました。完成です。結構時間かかった ね、うん、あ、じゃあ姫から順番に。オッケー、じゃあ順番に。はい、こんな感じです。なんか大きいの貼ったらあとハートと星で埋めてった感じです。はい結構バランスよくしました。はい、私はこんな感じです。その真ん中には貼ってなくて、このチケットをあえて反対向きにして貼ったのもポイントだし、こっちの方は緑とか青とかそういう感じの色でまとめたのもポイントで、あとこの星なんですけど、下に貼ってる風で、あの星をピッと切ったんです。あと中にピンクラテ TV 貼ってあります。貼ってあります。イエーイ。はい、はい、もし、もしこの動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。バイバーイ。